完成しました。チョコアイスクリームです。いただきます。濃厚滑らかで、チョコレートのゴリッと食感も良くて、とても美味しいです。今回の作るポイントは、チョコレートを流し入れるときに、周りにつかないように注意してください。そして生クリームは緩めに泡立てると、滑らか食感に仕上がります。お家で簡単に手で持てるアイスクリームが作れますので、ぜひ皆さんも作ってみてください。本日もご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。